でございます。結果報告、えー、っとこちらですね、この DHA プラス EPA を1ヶ月飲んでみました、えー。1粒ちょっと残ってるんですけどね。あの言うてあの10日から始めたんで、20日ほどでしか飲んでないんですけれども。えー こちらですね。はい、これ。透明ですね。これ、こういうね、サプリメント好きなんですね。これね、調べてみたっていうか、穴を開けてみて、水の中に垂らしてみたらですね、やっぱ油系でしたね。普通に、その、あの、なんかカプセル、プラ,プラスチックではなくてね、溶けるカプセルの中に、この油を入れてるって感じでしたね。えーと、入ってるのが、その、 まあ魚の脂ですね、この DHC と EPA っていうの。プラス、エゴマ油と、えー、っと、あ、ま、えー、甘に油。これ、あ、マに油、合ってたっけねちょっとごめん。さっきまではね、覚えてたね。もう忘れちゃった。<laughs> あんまり聞きなれ,な,れないです。あ甘煮で合ってるわ。 を、えー、飲んんんんだ結果んーとでですねあままり <laughs> 感じませんでしたっていうかね、これだけを飲んで調べたいがために、あの結構私、他にもああのサプリメント飲んでたりしてたんですよね。これを、その結果を作る前には、あのえー、と他のサプリメントでもまあ、それをやりつつ、えー、とこれも飲んではあん,あんまりなんか分かんないかなと思って、これだけを飲んでたのでそしたら逆にちょっと喉が、 買われたりとかしか <laughs> ちょっとあの他に弊害が出てしまってやっぱサプリねいつも飲んでるのを切らしちゃあんまり良くないなと思いましたまあでもねあのどれがあの結果で、えー、出てるかが分からないから原因としてだからやっぱりいろんなサプリメントを飲んでもねどれがちゃんと効果が出てるか分かんないのでまあこのやり方でいいんじゃないかと思いますでうーんとねー ちょっと若干なんだろうね。これ、えっと、一応その効果が歌われているものが、えっと、DHC がまあ脳が活性と。で、EPA も、えっと、動脈硬化改善。つまり、これ何,何を言う、言ってるかというと、えっと、血液がサラサラになると。えっとド、ロドロドロだと、あの、頭が悪くなって。 頭の細胞を活性化しないんですけどもサラサラになることで結果、えっと、脳細胞が活性化するつまりなんか賢くなるみたいな感じあと血液もサラサラになるみたいな、えー、感じが疑われてましたでこれまあさっきも言ったけど魚の油に含まれてる成分でどっちかだけ片方っていうのはなかなかないらしいですね自然界では 魚の油を摂取すると、まあ、どっちも取れるみたいな感じで。えっ、ー、と、豚とかね、魚じゃない動物から取ってもなんか、で、この DHC とかはないっぽいらしいです。ちょっと間違ってたらごめんなさい。っていう感じでした。まああのー、わかんないね、正直言って。でさ、これど、どのくらいこの、これが含まれてるかって書いてないんですよ、一つ <laughs> 何も見ずに、とりあえずなんか面白そうだから買ったってだけで。 そうですね。うん。若干、若干、その、あの、う、潤った <laughs>。皮膚が潤った感があるかなぐらいです。それ、それだけです。まあ、そんなもんですね、サプリメントってね。あの、医薬部外品というか、薬とは言われてないやつですから。はい。えーと、そんな感じで次、次の、えー、っと、1ヶ月、こちら。 飲んでみと見ようかなと思いますこれ、キングパワーって書いてありますね。えー、っと、これは、えー、っと、マカエキスとトンカットアリエキスっていうのが含まれているらしいです。これもまたあの1ヶ月今日から新しい月になったので、飲んでみたいと思います。で、1ヶ月後に報告。 結果どんな感じになったかを報告していきたいと思います。で、ちなみに、えっ、ー、と、こちら、まあ、この金パ、パワーってついてますかね。どんな効果が歌われてるかと言いますと、マカはこ力、まあ、活力、うん。とにかくパワーが出るらしいです。こんな感じです。これ、マカっていうのは何かって、まあ、ちょっと私も知らなかったんで調べてみたんですけど、こんな感じの植物ですね。株とかみたいな、アブラナの やつです。この葉っぱを食べるんじゃなくて多分根っこだと思います根っこばっかりの画像が出てきたんで、まあ、これもねどこをあの取、ー、ったかというの全然書いてないんですよねこれちょっと不思議ですねまあでも根っこだと思います根っこのエキスを抽出したんだなじ,じゃないかなと思いますこんな感じですちょっと絵が、あのー、自分が描いたので <laughs> あんまりあのー えっと、うまくないかと思うんですけど。次、えトンカット割り。これもですね、えー、っと、ちょっと遠回しな言い方するんですけど、男性の活力を上げるらしいです。ちょっと個人的にこれね、楽しみです。<laughs> まあこれもね、どのくらい何が含まれてるかわからないんですけどもね。で、えー、っと、活力が上がるということです。これ女性がさ、飲んだらどうなるんでしょうかね。ちょっとわかんない。でもなんかホルモンのバランスがなんかよく整うっていう、 感じのことは書いてありました、ね、どうなんでしょう,こうこの男性系の、えー、っと作用するものを食べる女性が食べるとねちょっとそれはもうちょっと調べてみますこれもね、あのー、これは木木ですねさっきのはちょっとあの何、ーえー、て言うか草雑草んーこれさ植物ってさ難しいよねこの草と木ってど,どう分かれてるのかって意外と多分ないと思います ただなんかその幹が硬いかどうかで木か草か分かれてるんだけどでもまああの草って言えば草だよね木といえば木ですよねこちらはどちらかというと草という木みたいな感じでこんな感じの写真がありましたでこれのここですね根っこがすごい太いらしいこここの根っこからエキスを取ったって書いてありましたあのまああのこれ,これがそれかどうかは分かんないですけど基本はこの根っこからエキス取るらしいです上の葉っぱとか木,木の幹じゃなくて うんって感じであんま知らないですよね、このトンカットアリ。<laughs> 一瞬ちょっと動物かなと思いましたが、これも、えー、植物系でした。ちなみにすっぽんのエキスも生えてるらしいです。すっぽんってあの、亀みたいなやつですね。わかる人は、まあ、知ってると思うんですけども。えっ、ー、と、爬虫類。<laughs> そのエキスってさ、ね、エキスってどう取ってるんだろうね。例えば、<laughs> 動物とかのエキスってき聞かれてさ、なんだろうね。 まあ、あのー、魚のエキスって言ったら油系なんか、ね。じゃあ、スッポンも油なんですかね。それとも血なんでしょうかね。エキスですからね。どんな感じでね、えー、抽出してるんでしょうか。ちょっと気になるんですけど。こちらを飲んでいきたいと思います。結構時間経ってたら、ちょっと。ちなみに、どんな薬、薬サプリメントなのかを見てみようかな。はい、こちら。お、これも、 えー、結局、まああの似た会社と同じ会社でやってるので、えー、買ったので、あれか。えー、似た感じの。これも、カプセルですね、こちら。今度は、ちょっとあの、茶色。ちょっとだけ透明なんかな、これ。ちょっとわかんないけど。こんな感じのカプセルです。これを、えっと、1ヶ月いただいて、 え結果をの動画を出しますではまた次の結果の動画でお会いしましょう。バイバイ。